花木オーティスレトソスは南アフリカヨハネスブルグ出身のプロサッカー選手。バイエル・レバークー全所属。ポジションは DF。南アフリカのヨハネスブルグにてギリシャ人の両親のもとに生まれた。その後、両親の祖国ギリシャに移住し、オリンピアコス FC のユースチームに入団。2016年夏、18歳でトップチームに昇格。 8月の UEFA ヨーロッパリーグプレイオフ FC アローカ戦でトップチームデビュー2017年2月のキペロエラーダスアトロミトス FC ではキャプテンマークを巻いたこの時わずか18歳5ヶ月30日でクラブ史上最年少のキャプテンとなった2017年8月バイエルレバー空前2575万ポンドで移籍2017年9月の SC フライブルク戦で加入後初出場。4から0の勝利に貢献し、試合後のサポーター投票でマン・オブ・ザ・マッチに選出された。2020年1月31日、シェフィールド・ユナイテッド FC にシーズン終了までのレンタル移籍。その出自から南アフリカ代表を選択することもできたが、年代別代表から一貫してギリシャ代表として出場している。 2017年8月の 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選エストニア戦で A 代表初キャップありがとうございます。